運の十座咲く。ハエ。小春日和の眠さったらない。白い壁をめぐらした四角い部屋の中に机を持ち込んで、ぼんやりと肘をついている。もう二時間余りもこうやっている。体がじくじくと発酵してきそうだ。白い天井には、 黒いハエが止まっている。止まっているが、少しも動かない。生きているのか、死んでいるのか、それともミイラになっているのか。それにしても、ハエがたくさんいることよ。おお、みんなで七匹もいる。この冬のさなかに、この清潔な部屋に、 天井から七匹もハエがぶら下がっていて、それでよいのであろうか。そう思った途端に、耳のそばでなんだかかすかな声がした。なになにハエが何かを話して聞かせるってではちょいと待ちたまえ。今原稿用紙とペンを持ってくるから。おや どうしたというのだろう持ってきた覚えもないのに、原稿用紙とペンが目の前に載っているぞ。不思議なこともあればあるものだ。第一話、タンガニカのハエ。あの先生、と後ろで声がした。栗島博士は、 メガネから静かに目を離した。そのついでに、深い息をついて、椅子の中に腰をうずめたまま、背伸びをした。あの、先生。んあの乱は、どこかにおしまいでしょうか乱というと先日、 あちらからお持ち帰りになりました。あのダチョウの乱ほどある乱でございますが。ああ、あれか。と、博士は初めて背後へ振り返った。そこには白い実験医をつけた若い理学士が立っていた。あれは、あれは高温室へしまっておいたぞ。 ああ、高温室。ありがとうございました。お邪魔をしまして。どうするのかはい、午後からいよいよ手をつけてみようと存じまして。ああ、そうか。うんうん。博士は大変満足そうに頷いた。助手の理学士は、うやうやしく礼をすると。 足音も立てずに出て行った。彼はゴム靴を履いていたから。そこで栗島博士は再びメガネの方に向いた。そしてプレパラートを少し横へにじらせると、また接眼レンズに一眼を当てた。あの先生、んまたやってきたな。 どうしたのだろうと、博士は背後を振り返って、助手の顔を見た。あの、高温室の温度保持のことでございますが、ただいま摂氏55度になっておりますが、先生がスイッチを入れになったのでございましょうか。55度だね。それでよろしい。あの、タンガニカ地方の砂地の温度が、 ちょうどそのくらいなのだ。持ってきた動物資料は、その温度に保っておかねば保存に適当でない。さようですか。しかし、高温室内から、ピシピシという音が聞こえてまいりますので、55度は、あの高温室の温度としては、少し無理すぎはしまいかと思いますが。なに。 そりゃあ大丈夫だ。あれは70度まで上げていい設計になっているのだからね。はあ、さようですか。では。と、助手はペコンと頭を下げて、回れ右をした。博士は、せっかくの気分を、助手のためにすっかり壊されてしまったのを感じた。と言って、別にそれが不快というのではない。 ただ気分の断層によって、やや疲れを覚えてきたばかりだった。博士は白い実験医のポケットを探ると、プライヤーのパイプを出した。パイプには、まだミッキスチェアが半分以上も残っていた。マッチを吸って火をつけると、スパスパと請球に吸い付けてから、 背中をぐったりと椅子にもたれかけ、あとはぷかりぷかりと紫の煙を空間に吹いた。探検隊の一行がタンガニカを横断したときは、と博士はまたしても学者としての楽しい思い出を浮かべていた。タンガニカで博士は奇妙な一つの乱を見つけたのだった。 助手が先ほどもダチョウのような乱と言ったが、全くそれくらいもあろう。色は炭鉱色で、ところどころに開白色の反転があった。それは何の乱であるか、ちょっとわかりかねた。何しろ、この地方は、全盛期の動物が住んでいるとも評判のところだったので、ひょっとすると、 案外掘り出し物かもしれないと思った。鳥類にしてもよほど大きいものである。それではるばる博士の実験室まで持って帰ったというわけだった。そして他の動物資料と一緒に、タンガニカの砂地と同じ温度を保たせた高温室の中に24時間入れておいたというわけである。 ガン、ガラガラ、ガラガラガラ、パシーン。博士はパイプを床に取り落とした。それほどものすごい、ただならぬ音響がした。音の方角は、どうやら高音質だった。さては、高音質が、熱のために爆発らしいぞ。博士は驚いて、戸口の方へ帆を運んだ。 ドアに手をかけようとするとドアの方で一人でパッと開いたその向こうには助手の理学士の土色の顔があったしかも白い実験医の肩先がひどく破れて真っ赤な血潮がみるみる大きく広がっていったどどうしたのだせ先生ああれをごらんなさい ブルブルと振るう助手の指先は表通りに面した窓を刺した。博士は身を翻して窓際に駆けつけた。そしてガラスを通して往来を見た。大勢の人がわいわい言いながらしきりに上の方を指している。どうやら向かい側のビルディングの上らしい。 途端に飛行機が墜落するときのようなものすごい音響がしたかと思うと、いきなり目の前に自動車の2倍もあるような真っ黒なものが降りてきた。よく見ると、それにはたらいのような目玉が2つくるくると動いていた。畳1枚ぐらいもあるような羽がプルンプルンと先導していた。 ものすごい怪物だ。先生、高温室の壁を破ってあいつが飛び出したんです。君は見たのかはい、見ました。あのお持ち帰りになった卵を取りに行こうとして見てしまいました。しかし先生、あの欄は二つに割れて中は空でした。 何欄が空。博士はカット両眼を開くと怪物を見直した。そして気が変になったようにわめき立てた。うーん、見ろ見ろ、あれはハエだ。タンガニカには身長が2メートルもあるハエが住んでいたという記録があるが、あの乱はそのハエの乱だったんだ。 高温室で孵化して、それでさっきからピシピシと激しい音響を立てていたんだ。ああ、タンガニカのハエ。博士は身に迫る危険も忘れ、呆然と窓の下に立ち尽くしていた。ああ、恐るべき怪物。このキングフライは、後に15万ボルトの送電線に触れて死ぬまで、 散々に暴れ回った。第二話、極左のハエ。その頃、不思議な病気が流行った。一日に五六十人の市民がパタリパタリと死んだ。第十八世に一度姿を現したという赤き死の仮面が、 再び姿を変えて入り込んだのではないかと、都王子は上を下への大騒動だった。今日はこれで63人目かな。死死室から出てきた伝染病課長は、廊下に据え付けの桃色の昇降水の入った手洗いの中に両手をつけながら独り言を言った。 そこへ細菌課長が通りかかった。おい、どうだ、ワクチンはできたかおう、と、細菌課長は苦笑いをしながら足を止めた。ダメダメ、ワクチンどころか、まだ培養できやせん。困ったなあ。今日は息を引き取ったのが、これで60。 と言おうとしたところへ、太っちょの看護婦があたふたかけてきた。先生、すぐ第29号室へお願いします。脈が急に太と,といになりまして。よし、すぐ行く。と言って、再び最近課長の方を振り返り、今日はレコード破りだぞ。今度が64人目だ。 二人は反対の方角に急ぎ足で立ち去った。入れ替わりに廊下をパタパタ草履を鳴らしながら、警視庁の大江山捜査課長と穂村探偵とが肩を並べながら歩いてきた。だからこいつはどうしても犯罪だと思うのですよ、課長さん。そういう考えも悪いとは言わない。 しかし考えすぎとりゃせんかな。それはさっきから何度も言っています通り、私の自信から来ているのです。何しろ病人の出た場所を順序立てて調べてごらんなさい。それが普通の伝染病か、そうでないかということがすぐわかりますよ。普通の伝染病なら、あんな風に、 一つ町内に出ると、あとはもう出ないということはありません。しかし、伝染地区が広がっていくところは、伝染病の特性がよく出ていると思う。伝染病であることはもちろんですが、ただ普通じゃないというところが面白いのですよ。二人の論争が、そこで旗と止まった。 彼の歩調も緩んだ。ちょうど二人が目的の部屋の前に来たからである。黒い漆を塗った札の表には、白木で、病理室と書いてあった。ノックをして二人は部屋のドアを押した。やあ、と暗い室内から声をかけたのは、 花山医学士だった。彼は待ちかねたという面持ちで、二人を大きなテーブルの方へ案内した。そこには、ガラス蓋のついた重ね箱が積んであった。この通りです。みんな調べてみました。ガラス箱の中には、たくさんの白い短冊型の紙がピンで刺してあった。 そして大部分はドイツ文字で書き譲められてあったが、一部の余白みたいなところにはアラビアゴムで小さい真っ黒な昆虫が付着していた。どの短冊もそうであった。それはハエ以外の何者でもなかった。結果はいかがでしたと、ホムラ探偵が、 頬を染めながら聞いた。大体を申しますと、このハエの多くは、家映えではなくて、刺し映えというやつです。人間を刺す力を備えているたった一種のハエです。普通は牛小屋や馬小屋にいるのですが、こいつはそれとは少し違うところを発見しました。つまり、このハエは、 自然に発生したものではなくて、飼育されたものから帰ったのだということができます。すると、人の手によって返されたものだというのですね。と、ホムラが聞き返した。そういうところです。なぜそれが断言できるかというと、このハエどもには、普通のハエに見受けるようなバイキンを持っていない。 極めてばい菌の種類が少ない。大抵なら14、5種は持っているべきを、たった一種しか持っていない。これは大いに不思議です。真相に育ったハエだと言ってよろしい。真相に育ったハエかはははは。<laughs> と、捜査課長が、金言な顔を崩して笑い出した。 その一種のばい菌とは一体どんなものですかと、ほむらは笑わない。それが、それがどうも珍しい菌ばかりでしてな。珍しいばい菌ですってそうです。似ているものといえば、まずマラリア菌ですかね。とにかく、 まだ日本で発見されたことがない。マラリアに似ているといえば、おおあいつだと、ムラはさっとあざめた。今大流行の奇病の病原菌も、マラリアに似ているというじゃないですか。最初はマラリアだと思ったので、マラリアの手当てをして、今に治ると予定をつけていたが。 どうしてどうして治るどころか、治らにはならぬ日には、その病人の息の根が止まっていた。では、あのハエの持っているバイキンというのが、あの奇病を起こさせたのじゃないですか医学士は黙っていた。その答えは彼の領分ではなかったから。大江山捜査課長も黙っていた。 目の前に現れた事実が、穂村の予言したところと、あまりによく一致してきたので。さあ、大江山さん。と、穂村は捜査課長を促した。これから、あのハエを採取した地区を探してみるのです。もっと大胆な推定を下すならば、犯人はたくさんのハエを飼育し、 その一匹一匹に病原菌を持たせて市民に移していったのです。犯人はあの奇病の流行した地区の幾何学的中心付近に必ず住んでいるに違いありません。さあ行きましょう。行ってその関節の殺人魔を捕らえるのです。二人は病理学研究室を飛び出すと、 すぐに自動車を拾った。いわゆる奇病発生地区の幾何学的中心地が、ホムラの手でくもなく探し出された。二人が、チンドン屋の虎太郎という、いつも手孔キャハンに大石吉を気取って歩く男を捕らえたのは、それから間もなくの出来事だった。その虎太郎のついに自白したところによると、 彼こそまさしくその犯人だった。極左の一人として残る医学士の彼が、ハエにバイキンを背負わして、この恐ろしい犯行を続けていたことが明らかになった。ねじけた彼にとって、市民をやっつけることは、またとない喜びだったのだ。彼が胆性して飼育したその毒媒は、 チンドンと鳴らして歩くその太鼓の中にうじゃうじゃ発見された。彼が右手に持った鉢で太鼓の皮をドーンと叩くと、銅の上に設けられてある小さい穴から、ハエが一匹ずつ外へ飛び出す仕掛けになっていた。彼の謙虚によって、例の奇病が後を絶ったのは、言うまでもない。 第三話、動かぬハエ。好き者の,のメガノ千吉は、ある秘密の映画鑑賞会員の一人だった。一体そうした秘密映画というものは、一通りの仕草をとってしまうと、あとは千変一律で、一向新鮮な面白みをもたらすものではない。そこで回主は、 会員の減少を恐れて一つの計画を立てた。それは会員たちから色々の注文を聞き、それに従って映画の新鮮な味を失うまいと心がけた。果たしてそれは大成功だった。会主の狭い頭脳から出る者よりも同行者の天才的頭脳をたくさんに借り集めることが、 いかに素晴らしい映画を後から後へと作り上げたか言うまでもない。メガの千吉はその方面での第一功労者にあげねばならない人物だった。カイは大変儲かった。カイは彼の功労を非常にたとし、ついに千五百円を投げ出して新邸宅を建てて彼に送った。 ほほう、あんな方面のローム出資が、こんなに明るい新築の邸宅になるなんて、世の中は面白いものだな。彼は満足そうに独り言を言って、白い壁に巡らされた洋風間に持ち込んだベッドの上に、長々と伸びた。真っ白な天井だった。新しいというのは、 誠に気持ちがいいものだ。ハエが一匹止まっている。それさえなんとなく、ホームスイートホームで、明朗さを与えるもののように思われた。ハエのやつも、おそらくのびのびと、このうららかな部屋に逆さまになって眠っていることであろう。彼はうららかな生活をしみじみと味わって、 幸福感に浸った今までの変態的な気持ちがだんだん取れてくるように感じたもうあの夜の映画鑑賞会にはなるべく出ないようにしようとさえ考えた明るい生活がだんだんと彼の心を正しい道に引き戻していったのだったしかしそれとともに 彼はなんだか非常に頼りなさを感じていった。寂しさというものかもしれなかった。血の通っている体でありながら、まるで鉱石で作った体を持っているような気がしてきた。何が物足りないのだ。何が寂しいのだ。そうだ、サ君をもらおう。 彼は、このスイートホームに欠けている第一番のものに、よくも今まで気がつかなかったものだと感心したくらいだった。メガの千吉は、彼の決心を早速海主に伝達した。ああ、お嫁さんなの。と海主は大きく頷いてみせた。いいのがあるわ。 私の登園の子だけれど、丸ぽちゃで、色が白くって、そりゃあ綺麗な子よ。へえ、それを僕にくれますかまあ、くれるなんて、もらっていただくんだわ。ほほほとほ。と、会主は、びっくりするような大きな顔で笑った。そんなわけで、彼はまもなく、神庭の中に、 またもう一つ新しく素晴らしいものを加えた。それは生々しいニーズまであることは言うまでもあるまい。新世帯というのを持ったものは誰でも覚えがあるように、三ヶ月というものは夢のように過ぎた。サイ君は一向子供を産みそうもなかった代わりに、ますます美しくなっていった。 やがて一年の歳月が流れた。その間、彼はあらゆる角度から、サイ君という女を味わってしまった。その後に来た者は、かねて唱えられている窒息しそうな検体だった。彼の過去の精神酷使が、検体期を迎えるに至る期限を、 大変縮めたことは無論である。彼はひたすら刺激に乾いた。何か彼を興奮させてくれるものはないか。彼はサイくんがベッドの上に眠ってしまった後も、一人で安楽椅子に寄りながら考え込んだ。白い天井を見上げると、 黒いハエが一匹、絵に描いたように止まっていた。それをぼんやり眺めているうちに、彼は思いがけないことに気がついた。あのハエというやつは、もう千里もあそこに止まっていたはずではないかそれが今もなおあそこに止まっている。あれは、 千のハエと同じハエかしら違うかしらもし同じハエだとしたら、生きているのか死んでいるのか彼はふとそんなことを思った。しかしそれだけでは、一向彼を興奮に導くには足りなかった。何者か自分を興奮させてくれるものよ。 出てこい。彼はなおも執ように心の中で叫んだ。そうだ、あれしかない。古い手だが、しばらく見ない。あれをまた少し見れば、なんとか少しは刺激があるだろう。彼は昔の秘密の映画鑑賞会のことを思い出したのだった。 三ヶ月ぶりだ。そう思いながら、彼はあるブローカーから切符を買うと、秘密の映画鑑賞会のある会合へ、こっそりと忍び込んだ。回主にも表向き合わないで、興奮だけをそっと一人で持って帰りたいと思ったからである。映画はスクリーンの上に、恥じらいを捨てて、 怪しく踊り出した。大勢の会員たちが自然に発する気味の悪い満越の声がひどく耳障りだった。しかし間もなく心臓をぎゅっと握られた時の驚きに例えたいものが彼を待っていようなどとは気がつかなかった。ああ、突然の驚き。 それはどこから映したものか、彼とサイ君との戯れが、長尺物になって、スクリーンの上に映し出されたではないか。あと彼は一言叫んだなりに、傍然としてしまった。なぜだろう、なぜだろう。彼は生き通るよりも前に、まず驚き、恥じらい。 恐れ、転がるように会場から抜け入れた。そして自分の部屋に帰ってきて、安楽椅子の上に身を投げ出した。そしてやっと少し気を取り直したのだった。なぜだろう、あの海映画は自分たちの楽しい遊戯を上の方から見下ろすようにとってあった。 一体どこから取ったものだろう。取ると言って、どこからも取れるようなものはないのに。と、彼はいぶかしげに頭の上を見上げた。そこには、依然として真新しい白壁の天井があるきりだった。別にどこという窓も開いている風に見えなかった。ただ一つ。 気になるといえば気になるのは、前から愛も変わらず、同じ場所にポツンと止まっている黒い大きいハエが一匹であった。どうしてもあのハエだ。なぜあのハエだか知らないが、あれより他に怪しい材料が見当たらないのだ。そう叫んだ彼は、セオリーを超越して、はしごを持ってきた。 それから危うい腰つきでそれに登ると、天井へ手を伸ばした。ハエは何の苦もなくたちまち彼の指先に捕らえられた。しかしなんだか手触りがガサガサであって、生きているハエのようでなかった。おや彼は手のひらを上にハエを転がして、死災に見た。 ああ、なんということであろう。それは本当のハエではなかった。薄い黒斜で作った作り物のハエだった。天井にへばりついていたために、下からは本当のハエとしか見えなかったのだ。だが誰が天井にへばりついている一匹のハエを、 本物か偽物かと疑うものがあろうか。誰が何の目的でこんな偽映えを天井に止まらせていったのだろう。彼は再び天井を仰いでみた。おや、まだ変なものがある。よく見ると、それはハエの止まっていたと同じ場所に空いている。 小さな穴だった。どうして穴が開いているのだろう。その瞬間、彼ははっと気がついた。畜生。そう叫ぶと彼は、押し入れのドアを荒々しく左右に開いた。そして天井裏へくぐり込んだ。 そこで彼は不可解だった謎を解くことができた。あの穴の奥には巧妙な映画の撮影機が隠されていた。メガの千吉と新婦人との生活はあの穴からすっかり撮影され彼が入った秘密映画界に映写されていたのであった。海主が家をくれたのも その映画を映さんがために他ならなかった。なんとなれば、およそ彼ほどの好きものは、海主の知っている範囲では見当たらなかったのだ。海主は彼が本気で実演してくれれば、どんなにか会員を喜ばせる映画ができるか、それを知っていたのだ。無論彼女は、 新宅の建築費の十倍に近い金をすでにあの映画によって儲けていたのだった。ハエはハエは単に小さい穴を隠す盾に過ぎなかった。薄い黒斜でできているハエの体はよく透けて見えるので、撮影にあたってレンズの能力を大して損なうものではなかったのである。 第四話、宇宙船。宇宙船という恐ろしい放射線が発見されてから、まだ幾ばくも経たないが、人間は恐ろしい生物だ。はや人造宇宙船というものを作ることに成功した。あの X 光線でさえ一ミリの円盤を貫きかねるのに、人造宇宙船は、 三十センチの円盤も楽に貫く。だから鉄のドアやコンクリートの厚い壁を貫くことなんか何でもない。人間の体なんかお茶の子さいさいである。どこから飛んでくるかわからない宇宙船は、その強烈な力を発揮して、人間の知らぬ大昔から人体を絶え間なくプスリプスリと差し貫いているのだ。 あるものは心臓の真ん中を差し貫いてゆく。またあるものは卵巣の中を差し通し、あるものはまた成虫の頭をかすめてゆく。こう言っている間にも、私たちの全身はおびただしい宇宙船でもって、ぷすりぷすりと縫われているのだ。一体、 そんなにぷすりと縫われていて差し支えないものか差し支えないとは言えない。例えば、成虫が卵子と今結合しようという時に、突然数万の宇宙船に差し通されたとしたらどうであろうお盆のように丸くなるべきだった顔が、がぜ馬のように長い顔に歪められはしまいか 私はこの頃腎人造宇宙船の実験に没頭しているが、いつもこの種の不安を忘れかねている次第である。人造ができるようになってからは、宇宙船の流れる数は急激に増加した。ことに私どもの研究室の中では、宇宙船が霞のようにたなびいている。 おそらく街灯で検出できる宇宙船の何百倍何千倍に達していることだろうと思う。私はこうして実験を続けていながらも、何か驚くべき異変がこの室内に現れはしまいかと思って、時々背中から水を浴びせられたように感じるのだ。そんなことが度重なったせいか、今日などは、 朝からなんだか胸がムカムカしてたまらないのである。読者は私が科学者であるくせに、何の十作を施すこともなく、ただ意味なく老狽と恐怖とに襲われているように思うであろうが、私とても科学者である。愚かしき老狽のみにとどまっているわけではない。すなわち、 ここにあるガラス瓶の中をちょっと覗いてみるがいい。この中に入っているものは何であるかご存知であろう。これはハエである。このハエは最初瓶に入れた時は2匹であったが、特別の装置に入れておくために、だんだんこう返して、今ではこの通り24、45匹にも達している。 このハエの一群を私は毎日毎日丹念に調べているのだ。しかし私はいつも失望と安堵とを迎えるのが例だった。なぜならばハエどもは別に一向異変を表さなかったから。だが今日という今日は待ちに待った戦慄に迎えられたのだ。それは この瓶の中に一匹の怪しいコバエを発見したからである。そのコバエは何という恐ろしい格好をしていたことであろうか。それは初めは気がつかなかったが、少し丈夫になって瓶の上の方に這い上がってきたところを見つけたのであるが、一つの胴体に二つの頭を持っていたのだ。 いわば二つ頭のハエである。こんな不思議なハエが、未だかつて私どもの目に留まったことがあろうか。いやいや、そんな怪しげなものは見たことがなかった。おそらく、どこの国の標本室へ行っても、二つ頭のハエなどは発見されないであろう。ことに目の前にハエの入った瓶を置いてあって、 その中にこのような怪しい奇形のコバエを発見できるなどいうことは、著しい特別の原因がなくては起こりうるものではない。その原因を我が研究室の宇宙船に帰することは極めて自然であると思う。無論読者においても賛成せられることであろう。さて、前段の文章は、 途中で切れてしまったが、全く申し訳がない。実は急に胸元が悪くなって、嘔吐を催したのだ。そして軽い脳貧血にさえ襲われた。私は皆の勧めで部屋を後にし、別室のベッドに寝ていたのだ。それからかれこれ三時間は経った。やっと気分も少し治ってきたので、 起き上がろうかと思っていると、そこへ友人が呼んでくれた医師が診察に来てくれた。その診察の結果をこれからお話ししようと思うのであるが、読者は信じてくれるかどうか、多分信じてもらえまいと思う。と言って、これが話さずにいられようか。今私は起き上がって、 ハエの入った瓶を手に取って見ている。あれから三、四時間の血のことであるが、二つ頭のハエががぜん五匹に増えている。異変は続々と起こっているのだ。そして生物学的に見て、何という繁殖の凄まじさであろうか、なんという怪奇な新生児であろうか、 私がもし生物学者であったとしたら、ハエが卵を産み始めた頃すぐに、重大なる事柄に気がつかねばならなかったのである。従って、近頃の私自身の気分の悪さについても、早速思い当たらねばならなかったのであるが、こうか不幸か、私にはハエの死由を識別する知識がなかったのである。 実は私は、理学博士カノミヤ・ヒサオは、本日医師の診察を受けたところによると、機械にも、妊娠しているというのである。男性が妊娠するなんて、誰も本当にしないであろうが、これは偽りのない事実である。ああ、なんという忌まわしき、 また恐ろしいことではないか。男性にして妊娠したというのは、私が最初だったであろう。なぜ妊娠したか、その答えは簡単である。この研究室にたなびいている宇宙船が、私の生理状態を変えてしまって、そして妊娠という現象が、男性の上に来たのだ。 私が生物学者だったら、この瓶の中のハエが卵を産んでいるときに、すでに怪異に気がつくべきだった。なんとなれば、その卵を産んでいるハエは、いずれも皆メスではなく、実にオスだったのである。そしてそのオスから、あの危険なコバエが生まれてきたのだ。ああ。 私は果たして五体が満足に揃った英治を生むであろうかそれとも。第五は、ロボットバエ赤軍の陣営では、軍団長岩ノウィッチが本営から帰ってくると、司令部の広間へ急遽爆量の参集を命じた。 実に容易ならぬ密報を受けたのじゃ。と軍団長は青白い表に深い心痛の溝を掘り込んで一度を見回した。白軍には驚くべき多数の新兵器が配布されているそうな。その新兵器はいかなる種類のものかはっきりしないのであるが、中に一つ探り当てたのは、 殺人音波に関するものだ。耳に聞こえない音。その音が一瞬間に人間の生命を絶ってしまうという。とにかく一同はこの新兵器の潜入について極度の注意を払ってもらわにゃならん。そして一台でも早く見つけたが勝ちじゃ。一秒間発見が早ければ、 千人の兵員を救う。一秒間発見が遅ければ、千人の兵員を失う。各自は注意を払って、新兵器の潜入を発見せねばならん。波いる爆料は、思わずはっと顔色を変えた。そして明々にマナコをぎょろつかせて、室内を見回した。 もしやそこに見慣れない新兵器がいつの間にやら運び込まれていばしまいかと思って。いやいや、ここに変なものがあるぞ。爆量の一人、マレウスキー注意が突然叫んだ。な、なんだって一同は長靴をガタガタ床にぶっつけながら注意の方を見た。 彼は部屋の隅のテーブルの上に手のついた真っ黒い四角な箱を発見したのだ。こ、これだ、怪しいのは。なんだ、その箱は。爆弾が仕掛けてあるのじゃないかないや、短波の機械で我らの喋っていることがそいつを通してまっすぐに敵の本営へ聞こえているのじゃないか それとも、殺人音波が出てくる仕掛けがあるのじゃないか一同はわめきあって、その四角の黒箱をぐるりと取り巻いた。ははは。と、人垣の後ろの方から、無遠慮な爆笑の声が響いた。フィオドル参謀の声で。ははは。 それは弁当屋の出前持ちの箱なんだ。多分お昼に食った俺の皿が入っているだろう。なんだって弁当の殻か。どうしてそれがこんなところにあるのかいや、さっき弁当屋の小僧が来たはずなんだが、持って行くのを忘れたのじゃあるまいかの。ヒョオドル参謀は言った。 忘れてゆくとはおかしい。中を調べてみろ。早くやれ、早くやれ。よーし、と、ヒョードル参謀は進み出た。じゃあ開けるぞ。一同の顔はさっと緊張した。軍団長岩ノウィッチは、大刀を立てて反り身になって、この際の威厳を保とうと努力した。 よし、開けろ。開けるぞ。フィオドルは黒箱の蓋に手をかけると音のせぬようにそっと外しにかかった。一同の心臓は大きく鼓動を打って止まりそうになった。蓋はパクリと外れた。なんだ。見ると箱の中には 白い料理の皿が二三枚重なっているばかりだった。皿の上には食い残された豚の脂肉が散らばっていて、ハエが二匹、じっと止まっていた。ぷぅ、随分汚い。見ないがよかった。新兵器だなんていうものだから、つい見ちまった。一同は京ザめ顔のうちに、 まあよかったという安堵の色を浮かべた。その時入り口のドアが開いて、少年がずかずかと入ってきた。おや、貴様は何者か。誰の許しを得て入ってきたか。将校たちに詰め寄られた少年は、目をぐるぐる回すばかりで、富に返事も出せなかった。 おい、許してやれよ。フィオドル参謀が声をかけた。いくら白軍の新兵器が恐ろしいと言ったって、あまり老狽しすぎるのはよくない。何そりゃ、弁当屋の小僧だよ。弁当屋の小僧にしても。おい、小僧、ブローニングで脅かされないうちに。 早く帰れよ。少年はフィオードルの言葉が飲み込めたものか、うなずいて黒い箱を取ると、重そうに手に下げ、ぱっと室外に走り出した。なんだ、本当の弁当屋の小僧か。いや、小僧に化けて、白軍の密偵が潜入してくるかもしれないのだ。と、 マレウスキー中尉は神経を尖らした。油断はせぬのが良い。しかし卑怯であっては戦争は負けじゃ。と一部始終を見ていた軍団長はうまいことを述べて大きな椅子のうちに初めて腰を下ろした。注意をすることが卑怯であるとは思いません。と マレウスキー注意は引っ込んでいなかった。怪しいことがあれば、そいつはどこまでも注意しなきゃいけません。例えば、例えば何だというと、フィオードルが肉肉茂に注意をにらみつけた。例えば、ああ、そこをごらんなさい。一匹のハエが壁の上に止まっている。 そいつを怪しいことはないかどうかと一応疑ってみるのが我々の任務ではないかハエが一匹壁に止まっているってうん。あれは、あれはさっき弁当屋の小僧が持ってきた弁当の箱から逃げたハエ一匹じゃないか。少しも怪しくない。それだけのことでは、 怪しくないという証明にはならない。それはハエがあの黒い箱の中から逃げ出せるという可能性について論及したに過ぎない。あのハエを捕獲して、六本の足と一個の興奮とに異物が付着しているかいないかを顕微鏡のもとに調べる。もし何者か付着していることを発見したらば、それを科学分析する。 その結果が、あの黒箱の中の内容である豚料理の一部分であればいいけれど、それが違っているか、あるいは全然付着物がない時には、どういうことになるか。あのハエは弁当屋の出前の箱にいたものではないという証明ができる。さあ、そうなれば、あのハエは一体どこからやってきたのだろうか。 もしやそれは一種の新兵器ではないかと。はっはっはっは。と、参謀ードルは腹を抱えて笑い出した。君の説はよくわかった。そういう種類の説は昔から非常に簡単な名称が与えられているのだ。曰く、会議主義とね。 いや、参謀、それは祖本な考え方だと思う。一体この部屋にハエなどが止まっているというのが、極めて不思議なことではないかここは軍団長のおらるる部屋だ。ことに季節は秋だ。ハエがいるなんて、我が国では珍しい現象だ。弁当屋が持ってきたのなら、怪しくはあるまいが、 ことに新兵器なるものは敵が全く思いもかけなかったような性能と怪奇な外観を持つのを良しとする。もしハエの形に似せた新兵器があったとしたら、そしてあの弁当屋の小僧が実は白軍のスパイだったとしたら、君は神経衰弱だ。参謀は神経が鈍すぎる。 いや、君は、動物参謀。やめい。と、軍団長が退活した。はっ、と、二人は直立不動の姿勢をとった。もうやめい。論議は無駄だ。喋っている糸間があったら、なぜあのハエを手に取って調べんのじゃ。はっ、 二人は顔を見合わせた。誰がハエを調べに行くのが良いかと考えた。その途端に、フィオードルも、注意も、ハッと顔色を変えて、胸を押さえた。軍団長もよろよろとよろめきながら、右手で心臓を押えた。そればかりではない。 司令部広間にいた幕僚も通信手も伝令も皆が胸を押さえた。そして次の瞬間には立てて並べてあった本がバタリバタリと倒れるように一同は次々に床の上に混虫した。間もなくこの大広間は世界の終わりが来たかのように一人残らず死に絶えた。 まことに急激な、そして不可解な死に様だった。たった一つ、依然として活躍しているものがあった。それは壁に止まっていた一匹のハエだった。そのハエの小さい一子は、どうしたものか、全く目に見えなかった。 それは羽がないのではなく、羽が非常に速い振動をしていたからである。その羽の得意な振動から、殺人音波が室内に振りまかれているのであった。白軍の新兵器、殺人音波は、実にこの羽から放射されていたのである。羽は死にそうでいて、 なかなか元気であった。人間が死んで、肺が死なないのはおかしいが、もし手に取って、顕微鏡を持つまでもなく肉眼でよく見るならば、このハエが、ただのハエではなく、ロボット肺であることを発見したであろう。この精巧なロボット肺は、弁当屋の小僧が持ってきて、 壁に取り付けていったものだった。ハエが止まっていると格別気にもしなかった間に、あの小僧に化けたスパイは遠くに逃げ失せた。その頃、一つの電波が白軍の陣営から送られ、それであのロボット場への羽はたちまち振動を始めたのだ。その羽からは、 戦立すべき殺人音波が発射され、室内の一堂を皆殺しというわけだった。軍団長の言う通り、もっと早くハエを手に取って調べていたら、こんな悲惨な結果にはならなかったろう。ロボットバエは、それから後も、続々と遺構を立てた。第六話。 雨の日のハエ。妻が失踪してから、もう七日になる。彼は相変わらず無気力な瞳を壁の方に向けて、待つべからざるものを待っていた。腹は減ったというよりも、もう減りすぎてしまった感じである。胃袋は梅干し台に縮小していることであろう。 妻を探しに行くなんて、彼にはやり遂げられることではなかった。外はどこまでも続いた密林、また密林である。人間といえば、彼と妻と霧しか住んでいない。食い詰めて、虐げられて、ねじけきってたどり着いたこの密林の中の荒れ果てた一軒家だった。 主人のいない家と見て、今日まで寝泊まりしているのだった。失踪した妻を探しに行く気力もなかった。それほど大事な妻でもなかった。結局一人になった方が幸せかもしれない。しかし、幸せなんておよそおかしなものである。 腹の減った時に蜃気楼を見るようなもので何の足しになるものかと思った。日がうっすらと差していたのがいつの間にやらだんだんと吸い取られるように消えていった。そしてぽつぽつ雨が降ってきた。密林の雨は想像し、木の葉がパリパリとなった。 丸田んぼを輪切りにして、その上に板を打ちつけた腰掛けの下から、一陣の風がさっと吹き出した。床に大きな窓が開いているのであった。途端にどっと降り出した死のをつくような雨は、風のために横殴りに落ちて、窓枠をピシリピシリと叩いた。 密林がこの子やもろともじりじりと流れ出すのではないかと思われた。流れ出してもよい。すべて定移のままにと彼は思った。雨はひとしきり降るとやがてみるみる勢いを失っていった。そしてあたりはだんだん明るさが回復していった。 風もどこかへ行ってしまった。やがてまたほんのりと薄日がさしてきた。彼はまだ体一つ動かさず、破れた壁を見つめていた。雨が上がったら、どこからか妻がキきキー声を上げながら、小屋へ駆け込んでくるように感じられた。だがそれは、 いつもの期待と同じようにガラガラと崩れ落ちていった。いつまで経ってもキーキー声はしなかった。壁を見つめている彼の瞳の中になんだかこう新しい気力が浮かんできたように見えた。壁にどうしたものかたくさんのハエが止まっている。 一匹、二匹、三匹と数えていって、十匹まで数えたが、それからあとは嫌になった。十匹以上、まだワンワンといた。どうしてハエがこうたくさんいるのだろう。彼はようやく一つの手頃な問題に取りついたような気がした。別に解けなくともよい。 気に入る間だけ、下の上に乗せた飴玉のように、あっちへ転がし、こっちへ転がしていればいいのだ。さて、ハエがどうしてこんなに止まっているのか。うん、そうだ。そうだ。ハエはさっきまで一匹も壁の上に止まっていたように思われない。 ハエが急に壁の上に増えたのは、さっきの豪雨があってからこっちのことだ。そうだ。雨が降って、それでハエが増えたのだ。どうして増えたのだ窓にはガラス板なんてものが一枚も入っていなかった。板で作ったとはあったけれど、閉めてなかった。 この窓からあのハエが飛び込んできたのに違いない。しかし飛び込んでくるとしても、このおびただしい一軍のハエが押し寄せるなんて、彼がこの小屋に住むようになった一年この方、今までにないことだった。なぜ今日に限って、このおびただしいハエの一軍が飛び込んできたのだ。 どこからこのおびただしいハエが来たのだ彼の目は次第に険悪の色を濃くしていった。どこから来たのだ、このおびただしいハエ群は。ああ、と彼は叫んだ。このハエが来るためには、この家の外に、 何かハエがたくさんたかっている物体があるのだ。雨が降って、そしてハエが叩かれ、慌ててこの窓から飛び込んできたのだ。そうだそうだ。それで謎は解ける。彼は乱々たる目で見入った。だが、そのハエのおびただしくたかっている物体というのは、 一体何者だったろう。彼は急に落ち着かぬ様子になって、ブルブルと体を震わした。両目はカッと開き、我と我が頭のあたりに、わなわなと震える両手を絡みつけた。ああ、ああ、あれだ、あれだ。 彼は腰掛けから急に立ち上がった。釘を打ったように棒立ちになった。ひどい痙攣が彼の方に這いのぼった。妻だ、妻の死体だ。彼の声は醜くしわがれていた。妻の死体が、 すぐそこの窓の下に埋まっているのだ。それがもう腐って、どんどん崩れて、その上にハエがいっぱいたかっているのだ。さっきの雨に叩かれて、そこにいるハエの一群が窓から逃げ込んできたのだ。ああ、妻の死体をなめたハエが、そこの壁の上に止まっている。 彼は後ずさりをすると背中を壁にドスンとぶつけた。で、その妻は一体誰が殺し、誰がそこに埋めたのだろうか。彼は土の下で不乱しきった妻の死体を想像した。今の雨にその半身が流れ出されて、 土の上に出ているかもしれないと思った。殺したのは誰だこの無人郷で妻を殺したのは誰だその時、入り口のドアがコツコツとなった。誰かがノックをしているのだ。ああ。彼は身を翻すと、 部屋の隅に小さくなった。まるで雲の子が逃げ込んだように。コツコツコツ。またもや気味の悪いノックが聞こえる。彼は死んだようになって息を殺した。その時ドアの外でガチャリと音がした。 鍵の外れるような音であった。そしていきなり、重いドアが外に開いた。その外には、爪襟の制服にいかめしい聖望をかぶった巨大館と、もう一人、背広を着た雑誌記者らしいのとが、肩を並べて立っていた。これがその男です。 と、制服の監視人が部屋の中の彼を指していった。妻を殺して窓の外にその死体を埋めてあるように思っている患者です。この男は何でも、前は探偵小説家だったそうで、窓からハエが入ってくると、それから筋を考えるように、次から次へと、 先を考えてゆくのです。そして最後に自分が無遊病者であって妻を殺してしまったというところまで考えるとそれで一段落になるのです。その時はいかにも小説の筋ができたというように大はしゃぎに跳ね回るのです。凶暴性の精神病患者ですから この部屋はこれまでに第七話ハエに食われる机の上の小さな蒸発皿の上に親子のハエが止まっているまるで死んだようになって動かないこの二匹の親子のハエは私の垂らしてやったわずかばかりの蜂蜜に じっと取り付いて離れなくなっているのだ。そこで私は戸棚の中から二本の小さい瓶を取り出した。一方には赤いレッテルが貼ってあり、もう一つには青いレッテルが貼ってあった。この瓶の中には極めて貴重な飛躍が入っているのだった。 赤レッテルの方には成長液が入っており、青レッテルの方には縮小液が入っていた。これはあるところから手に入れた強烈な新薬である。私はこの飛躍を使って、これからちょっとした実験をしてみようと思っているのだ。 私は赤レッテルの瓶の線を抜くと、つまようじの先をそっと差し入れた。しばらくして出してみると、そのようじの先端に、なんだか赤い液体が玉のようについていた。それが成長液の一滴なのであった。私はそのつまようじの先端を、 蒸発皿の方へ動かした。そして親映が取り付いている蜂蜜の上に成長液をポトンと垂らした。それから息を殺して私は親映の姿を見守った。ブルブルブルとハエは羽を揺り動かした。ウフーンと 私はため息をついた。ハエはしきりに腹のあたりを波打たせている。ふと隣のコバエの方に目を移した私は、どんと胸をつかれたように思った。あ、大きくなっている。コバエの体に比べて、親バエはもう七八倍の大きさになっているのだ。 そしてなおもしきりに膨れてゆくようであった。ほうほう、ハエが成長してゆくぞ。なんという素晴らしい薬の効き目だ。ハエは薬がだんだん効いてきたのであろうか、みるみる大きくなっていった。三十秒後には、懐中時計ほどの大きさになった。 それからさらに30秒後には、亀の子だわしほどに膨れた。私は少し気味が悪くなった。それでもハエの成長は止まらなかった。亀の子だわしほどのハエが、ゾウリほどの大きさになり、やがてラグビーのフットボールほどの大きさになった。 電球ぐらいもある両岸はギラギラと輝き恐ろしい羽ばたきの音が私の方を強く打った。それでもまだハエはぐんぐんと大きくなる。こんなになるとハエの成長してゆくのがはっきり目に見えた。私はすっかり恐ろしくなった。 ハエの体がやがてワシぐらいの大きさになるのは間のないことであろうと思われた。これはもう猶予すべき時ではない。早く叩き殺さねば危うい。何か適当の武器もがなと思った私は慌てて身辺を振り返ったが、そこにはバット一本転がっていなかった。 友人のところへ猟銃を借りに行く手はあるんだが、すでにもう間に合わなかった。そんなにぐずぐず手間取っていると、このハエは象のように大きくなってしまうことだろう。老狽と後悔との二重苦のうちに、私はふと一つの策略を思いついた。それは少し無鉄砲なことではあったが、 この上は躊躇している場合ではない、ととっさに腹を決めた私は、赤いレッテルの成長液の入った瓶を取り上げて線を抜くと、ぐっと一息に成長液を飲んだのであった。たちまち体の中はアルコールを炊いたような暖かさを感じた。と思ったら、私の体は、 もうブツブツ膨れ始めた。シャボン玉のように面白いほど膨らみ始めた。あの親映えはと見ると、先ほどに比べてなるほど小さく見え出した。これは私の体が大きくなったのでそう見えるのであろう。室内のちょうどに比べると、かの映えは、 とさいぬほどの大きさになっているらしかった。大量の成長液を飲んだせいで、私はなおもぐんぐん大きくなっていった。そのうちに親映えは、私の両手でがっちりつかめそうになった。よーし、こいつが。私はたちまち踊りかかると、親映えの喉を締めつけた。 ハエは大きな目玉をぐるぐるさせ、興奮からベトベトした粘液を垂らすと、ついに会えなくも呼吸が耐え果てた。そしてゴロリと上向きになると、ビクビクと宙にもがいていた六本の足が、パンタグラフのような格好になったまま動かなくなってしまった。私はほっとため息をついた。 その時だった。私は頭をコツンとぶつけた。見ると私の頭は天井にぶつかったのであった。何しろぐんぐん大きくなってゆくので、こんなことになってしまったのだ。私はもともと座っていたのであるが、ハエを殺す時に中腰になっていた。 このままでいると天井を突き破る恐れがあるので私ははっとして頭を下げて再びドカリと座った。ああ危なかった。だが本当に危ないのはそれから先であるということがすぐわかった。私の体はどんどん膨れてゆく。 このままでは部屋の中に充満するに違いない。外へ出ようと思ったが、その時に私は恐ろしいことを発見した。ああ、これはいけない。私は思わず叫んだ。もうこんなに体が大きくなっては、窓からもドアのある出入り口からも、 外に出られなくなっているのだった。部屋から逃げ出せないとしたら、これからまず一体どうしたらいいのだろう。おそらく私の体は壁を外へ押し倒し、この家を壊してしまわないと外へ出られないだろう。だがこの部屋の構造は特別に丈夫に作らせてあるのだ。 体の方が負けてしまうかもしれない。中から成長していく恐ろしい力が、頑丈な壁や柱に押された結果はどうなるのだろうか。私の五体は、両国の花火のようになって、真っ赤な血煙と共に爆発しなければならない。そのうちに、肩のところがメリメリいってきた。 私は二度のーバ灰に襲われた。こらあいかん。こうなっては一秒も争う。私は神を念じ、痛い顎の骨を折ってあたりを見回した。その時、天の助けか、目についたのは一個の薬瓶だった。 青レッテルを貼った縮小液の入った瓶だった。そうだ、あれを飲めば体がちっちゃくなるぞ。私は指の先につばをつけて、その青レッテルの瓶をへばりつけた。それから爪の先でいろいろやってみて、やっと線を抜いた。さあ、閉めた。 私はその人たらしもない薬液を口の中へ垂らし込んだ。それは大変苦い薬だった。すーっと身に涼風が当たるように感じたそのうちに、エレベーターで下に降りるような気がしてきた。それと共に体が冷えてガタガタ震え出した。しかし、ああ。 私の体はどんどん小さくなってゆく。座っていてタンスの上に首が乗ったのが、今はタンスと同じ高さになった。ますます縮んでいった。立ち上がっても、頭がかもいの下に来た。椅子に座ってみても、ちょうど腰の下ろし具合がいい。 もうこれで元のようになったと感じた。しかしである。また心配なことが起こってきた。元のようになった体は、まだぐんぐん小さくなってゆくのだった。椅子に腰を下ろしていて、足の裏がいつの間にやら、絨毯から離れてきた。下へ降りようと思うと、 窓から下へ飛び降りるように恐ろしくなってきた。私はお人形ほどの大きさになったのである。それくらいに止まるならばまだよかったのであるが、さらにさらに体は小さく縮まっていった。私はキャラメルの箱にけつまずいて向こうずねをすりむいた。 バカバカしいったらなかった。そのうちに、私は不思議なものを発見した。それは、一匹の豚ほどもある怪物が、私の方をじっと見て、今にも飛びかかりそうに睨んでいるのだ。何者だろう。私は首を傾けた。 そんな動物がこの部屋にいるとは一向思っていなかったのだ。しかしよく見ると、その怪物は大きな羽があった。鏡のような目があった。鉄骨のような足があって、それに兵士の剣のような鋭い毛がところ嫌わず生えていた。 私はその時やっとのことで、その怪物の正体に気がついた。ああ、こいつは、私のさっき殺したハエの子なのだ。コバエにしては、何という大きな巨獣になったのであろうか。その恐ろしいコバエは、しずしずと私の方ににじり寄ってきた。 目玉が単焦灯のようにくるくると回転した。地鳴りのような快音がその羽のあたりから聞こえてきた。蓮池のような興奮が醜く歪むとともに異臭のある粘液がたらたらと垂れた。ギャー私の頭の上からそのムカムカする蓮池が 逆さまになって降ってきたのだ。私の横腹は、銃剣のようなハエの爪で、ぷすりと差し通された。ギャーそこで私は何にもわからなくなってしまった。その小映えに食われたことだけわかっていた。不思議にも、いつまでもいつまでも、 記憶の中にはっきり凍りついて残っていた。